夜の動物の様子を観察できる雪明かりの動物園が今月10日から3日間旭山動物園で行われました。日が暮れてから訪れてみると、ホッキョクグマの夢は凍った床で遊んだり愛嬌ある姿を見せていました。こちらはアムールトラ、来園者の目の前を行ったり来たり、勇ましい姿を熱心に写真に収める人などでにぎわっていました。面白いです。雰囲気が昼と全然違って、あと動物たちもやっぱり活発な動物多いので見応えあります。来場者は動物だけでなく、アイスキャンドルが飾られた園内の幻想的な雰囲気も楽しんでいました。旭川空港と韓国インチョン空港とを結ぶチャーター便が今月16日に運航しました。旭川空港に国際線が運航するのはおよそ3年ぶりで、今津市長らが韓国からのおよそ180人の観光客へ観光パンフレットなどが入った記念品を配って出迎えました。待ちに待った時が来ました。それからウィズコロナ、アフターコロナに向けて動き出してきたかなという感じがいたします。特に今は旭川、上川らしいこの寒さ、あるいは雪、この風景広がってますので、ぜひ動物園だとか露天風呂だとかですね、スキー、スノーボードだとか、この道北の魅力を皆さんに体感してほしいと思います。韓国からのチャーター便は28日まで5往復運航します。大雪クリスタルホールからお知らせです。3月5日に自主文化事業ウィンターコンサートを開催します。10組のアマチュア演奏家が素敵な演奏をお送りします。入場に必要な整理券は大雪クリスタルホールと市民文化会館で配布しています。詳しくは当ホールホームページをご覧ください。